この施設には2種類のジャングルジムが備え付けられていて、木の上り下りを繰り返す野生のチンパンジーの生活に可能な限り近づけたということです。20日、新しい施設に放たれたチンパンジーは、張られたロープを器用に渡り、ジャングルジムに置かれた餌を頬張っていました。施設の建設費は豊橋市としては初のクラウドファンディングで集められ、 市内外の200人以上から820万円の寄付があったということです。入園者はチンパンジーの生き生きとした姿を興味深そうに観察していました。